はいどうもピョキングです。今日もみんなでバトルやっていきましょう。そしてですね、最近めっちゃ思うんですよ。通信の回線がめっちゃいい。やっぱコロナで通信の回線が安定しないとかいう影響あるのかな。まあなんか自粛モードが解けてからですね、めっちゃ安定してるんですよね。なんか関係あるのかな。よし、これはジャンプ。よし、オッケー。これ1番に行けましたよ。よし、これは後ろのキノピオに気をつけましょう。オッケー。よし、キノピオがいなくなられましたキノピオがお亡くなりになられました。ということでここは落ち着いていきますか。そんなに急がなくてもいいと思うんですよ。ほらまだね、誰も追っかけてる感じの絵がないから。よし、あぶね。マリオが来たか。もうみんな来たね。みんな来たね。これは勝ちから入れるスタートかな。まあ落ち着いていくぜ。よーし、危ねえ。届かんと思ったギリギリやった。でこれもジャンプしていく。これ落ちたら嫌だな。ジャンプ。待って、マジ怖い。ここマジ落ちそうなんだけど。ちょっと待って、落ちる前にやられちゃうとかそんなんはないよね。よしよしよし、このまま右に行こうか。アイテム欲しいけど大丈夫かな。ここでゴールで会ってくれ。あー、ちょっと待って、ゆっくり行こう。みんな来てないからゆっくり行こうか。よし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 、これが落ち着くってことでしょ。でこのまんまジャンプ。お、これゴールっぽくないねえ。オッケーやった。僕はここでお待ちしております。お、キノピオ来たね。あ、止まってるの。あれ、あ、いるねえねえ、いるね。キノピコ、あー待って、怖いめっちゃ怖い、めっちゃ怖い。あのキノピコがめっちゃ怖い。あー待って、取る、絶対取るわー絶対取ると思った。危ない。もう信用したらダメだわ。やっぱりゴールする気はなかったかもしれないね。そんなことねえか。なんかさ、4900をうろうろしてるんだけど、4900行ったと思ったらさ、4800前半になって、また4900行ってみたいな。あと100増えるだけなんですけどね、 S プラスになるまで。この100がめっちゃ遠いんですよ。さて今度はスノーワールド。え、スノーワールド、しかもイージーって書いてた。さっきとめっちゃ似てるんだけどコースさっきのコース名見てないけどめっちゃ似てるな。このスキンだったら似てるのか。全部音楽も一緒だしね。よし、それじゃ渡っていきますか。ジャンプ、オッケー。これがしゃがみジャンプですよ。今見ました。おっと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 、殺人事件が起きました。今僕2人も殺人しちゃいました。いました。そして、あ、待って、これラグ、待って、ラグ、ラグいのはやめて、待ってくれ。ここでジャーン、あぶねー。よし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 、ここでアイテム取っていこうか。まあそんなに簡単にはまだ追いつけないでしょう。結構離れてるもんね。これはこれもしかしてしゃがみジャンプみたいな。オッケーオッケー。でいいね、ここでゴールね。あ、待って、マリオが来そう。危ない、マリオ来そうだった。マリオ大丈夫キノピコは無理か。最近キノピコなんかゴールできないの多い気がする。ゴールバーはね触ってるんだけど時間切れみたいな、そんなのが多い気がする。さてさて、4900台を超えることができましたけど、まあこっからねまた4800台に僕は戻るんじゃないかなって自分自身をね疑ってます。あんまりね調子に乗らないようにやっていきましょう。氷のステージ楽しいね。なんか氷のステージだったら勝てるみたいな。まあ氷のステージってか雪、スノーって書いてあるから、ここも雪だっていうことはワンチャンあるんじゃないかな。まあ一番最後だったし、ちょっと今回はファイヤーベイを通っていきます。でこのまま走っていく。うそーんなんか鈴が出そうだな、どっかねえ、どっか出そうと思ったらスターが出るの。熱い、これは熱い。走っていきましょう。このまま、よし、このまま渡っていくと思ったら、なるほどね、土管があるのね
右に行く。あ、待って、クリボーにやられる。まあ、行くか。ハックンが出るって分かってましたね、分かってました、分かってましたけど、あの雪だるま、まあ、この雪でね倒せると思ったんですよ。まあゆっくり行こうか。最近暑くない？マジで。ちょっと日本の気候どうなってんのっていうまだ6月だよ。6月なのにこんな暑いの？やっぱさ、春秋ぐらいが一番いいよね。速攻、まあ、初っ端結構差をつけられたかもしれないですけど、くじけずいきますか。何が起きるかわからないからね、バトルは。お、ブーメラン、ブーメランがあるんだ。いいね、いいね。ちょっとね、僕ブーメランあんまり使ったことないから慣れてないんですよね。かわいいあの右と左のアバターの人めっちゃかわいいね。マジでピオキングのアバター変えようかな。やっぱああいう可愛いのがいいんですよ。何このおっさんみたいなピオキングのアバターあんまり可愛くないからな。いや可愛いのか、まあ、最初可愛いと思って僕やったんですけど。よし、それじゃ渡っていくぜ。よし、うまい。今のしゃがみジャンプはうまいんじゃないかな。ちょっと待って、ラグすぎでしょこれめっちゃラグ。え、マジでラグやばい。みんなギブアップ誰もしなさそうだし、このまんまゴールまで行けってか。これやばいぞこれ。うそーん、え、マジでバトルレート下がんの今の。ひどくない？そこらへんさ、ちょっと任天堂さん、ちょっとどうかしてほしいよね。自分からインターネットね切断してやめるとかだったらわかるんですけど、今のでプレイしてたみんな下がったってことでしょ。ひどいよね。よし、でこのままジャンプしていく。よし、オッケー、あぶね。よし、でこのままジャンプで、これも渡っていこうか。ちたお、ここしゃがみジャンプ重要ですよ。こういうところめっちゃ重要ですよ。オッケー。ルイージは、あ、ルイージもやられちゃったの。うわ怖いな、こういうとこ。多分上かな。よし、あら、マリオ追っかけてきてないね。アイテム取っとけばよかったな。これはファイヤーを出してくるでしょう、このでかいの。待って、これまた通信切断するとかないよね。めっちゃラグいんだけど。でこのままジャンプ、危な、ラグいからマジで。もうアイテム、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 やった。オッケー。ここでアイテムありがたいな。よし。でジャンプ。ちょっとアイテム取るのに時間かけすぎたな。オッケー。よし。でこれは上から行ってみようか。でこのまま右に行く。ジャンプ。あぶね。これでいいのか。よかった、アイテム取っといて。でこのまま渡っていくとゴールがあるのか。よし、それじゃあこれでラストバトルにしたいと思います。まあ、今日の調子結構良かったよね。性格はルイージ悪そう、あのルイージ。っていうかレートみんな結構下だったよね。4300台、まあ、僕以外は4300ぐらいとか4200ぐらいだったもんね。これはぜひ勝ちたいな。負けるのは嫌だな。でこれはなんかあそこにオンオフがあるけど、多分亀の甲羅、あ、やっぱりそれだ。やっぱそれは被るもんじゃないですよルイージそれは投げるもんですよルイージ。違う、キノピコも違う、俺も違うそれは投げるもんだ。よし、待って待って、俺投げるから、俺し投げるから。オッケー、いいねいいね。おーし、よしよしよし、でルイージは投げてく。うわ、これでリズムよくいかなきゃいけないんだ。はいはいはい、なるほど、オッケー、はいはい、オッケー、あー、はいはい、危ない。よし、うそなんなのもう。誰、キノピオ今の。俺許さないから、もう本当に。いや別にいいんですよ、バトルだからね。そうやって亀の甲羅をぶつけて相手をねやりに行くのも戦術。ゴールは、あー、できそう、よかったよかった。できた。ゴールできんと思ったけどできましたね。
それじゃあ今日のみんなでバトルはここで終わりたいと思います。やっぱもうちょっとなんですよね、 S プラス。でもですね、そんなに遠くない気がするんですよね。もうそろそろで S プラスにもなっていいんじゃないかなって思います。まあ、根気よくやってればなれるでしょう。ということで次の動画もまた見てね。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。